ラーメン八角加古川店ラーメン八角は日本のラーメンチェーン店。加古川市を中心に兵庫県の西エリアで展開している。運営母体は兵庫県加古川市加古川町の株式会社八角。ラーメン八角の姫路ラーメン2015年8月現在 FC 店を含め20店舗を運営する醤油だれからスープ、チャーシューまで すべて店内での手作りにこだわるラーメンチェーン店。1994年、当時喫茶店、笠野場11店舗と居酒屋を運営していた、創業者の大西都文は、バブル崩壊とともに、喫茶店営業に限界を感じ始めていた。次なる展開として、ラーメンの時代が来ると予感し、晩秋特産の甘めの醤油を用いたラーメン店の出店を試みる。 客がほとんど来ず閉店間際だった店の厨房のパスタの釜を使って独学で学んだラーメンのスープを試作を繰り返したところ納得のいくらラーメンが出来親しい業者に食べさせると好評だったため自信を深め自社が運営する居酒屋江ノ江の萌え野の,の,の駐車場に日曜大工で建てた八角形の屋台を作った八角形にした理由は従業員を雇う余裕すらないため店主が 真ん中のに立つことにより、一人で多人数の客に代用するためであったが、八方に幸せをまくという創業者の思いも込められているという。ラーメン八角の野豪は、当時居酒屋で勤務していたアルバイト従業員の八角形だから、八角でいいんじゃないです。の一言で決まった。一人で厨房に立つため、すべてセルフサービスで、会計もセルフサービスで代金を回収し、 お釣りまでもがセリフサービスとしたため、売り上げよりも現金が多かった日もあったという。しかし、これが大当たりし4つぼ14席の小規模な屋台で、開店初月240万円を売り上げた。低イニシャルコストで、家賃と人件費が例であるため利益率は高かった。駐車場に立つ屋台というユニークなロケーションも、人気を呼んだ理由の一つだった。居酒屋店舗の駐車場であるため、 飲んだ後の締めにも最適であった。オープン2週間で、大西は当時居酒屋の店長をしていた息子の大西、深夜に店を任せると、さらにオープンさせた2号店では、再び自ら厨房に立ち1号店では、扱わなかった餃子をメニューに取り入れた。この時に、厨房内に置きっぱなしにしていた麺が発酵し、もちもちとした食感の光り輝く透き通ったスープと、 相性抜群の黄金麺が偶然にも出来上がったが、以降その麺と出会えることは二度となかったという。その後、大西俊文は、同じ形式の店舗を一気に5店舗にまで拡大する。ラーメンという新業態に、確かな手応えを感じた、大西深也は、2000年に初めて大型店舗を出店。同時に、有限会社八角を設立。この店舗を、現八角チェーン店のモデルとして、 以降展開する。屋台店舗は徐々に撤退、居酒屋はお好み焼き屋に業態転換するなどの整理も行い、この年から発覚の企業として本格始動する。2008年大西深夜は全国展開を狙いまずは岡山の4タウン水島への出店を試みるも、たったの9ヶ月で撤退するという苦い経験をする。ところが、この失敗が転機となり、 自分自身の経営や経理の無知を悟りも勉強。従業員へも経営感覚をつけさせるなど、これまでの経営方針を一転。新規出店は見合わせ、既存店の徹底見直しを開始2011年よりは全店舗を黒字転換させ、さらには4年連続増収増益を達成した。その後、 ユニークな反則キャンペーンなどを通じて知名度を上げ、2011年からは5カ年計画を掲げ、店舗数を増やし、5つのチェーン店で直営19店、FC18 店、計37店舗を運営している。FC 店に関しては、当初は募集したわけでもなく、FC 店としてぜひやらせていただきたいという声があり、FC 展開する予定も募集もしていなかったために、 慌てて、マニュアルを準備したという逸話がある。その後、神戸市、西脇市、三木市、丹波市、赤牛市など11店舗にまで増えている。フランチャイズ店の一つ、FC、丹波店以上より。ラーメン発覚の姫路ラーメン直営店 FC 店、ABCD 株式会社発覚 ABCD 飲食店、経営2013年11月号。 P44AB 屋台から生まれた美味しいラーメン、八角おのし観光協会アーカイブと2015年6月7日、アットザウェイバックマシン、ABC、トップフォーラム2014年6月号を爆大な資金を投じ、フードコート内へ一気に4業種4店舗をオープンさせたが、いざ蓋を開けてみると販促費や駐車場の区画負担など、家賃以外の出費がかかる。 出店したい一心で契約書もろくに読まず出店したことが、あだとなる。さらにリーマンショックで施設そのものの集客までもが、定価8のつく日の、88餃子、ザ・ヒューマン2013年1月号、公式サイト店舗一覧手柄食品公式サイト、姫路経済新聞姫路で、姫路、ハリマラーメン、電信応援家、発足会試食家。 AB ラーメン発覚公式サイトお知らせ神戸、新聞ネクストに2 0 1 7年2月25日19時30分、波乱万丈の飲食店経営発覚の大西さん、著書出版ダイヤモンド社公式サイト、手作り屋台が生んだ、やりすぎ飲食店、経営19歳、借金1億円からの大逆転、大西深夜チョコ新聞、経営新潮流トップインタビュー第39回、 平成29年10月8日付、ハット ABC ラーメン発覚公式サイト、おし書きバレブレス、とうとう鍋をアレンジした、とうとうラーメンが新登場。ラーメン発覚公式サイトマイナスニューリリース、アーカイブド2016年1月7日、アットザウェイバックマシン。ラーメン発覚公式サイトマイナスニューリリース、アーカイブド2016年3月4日、アットザウェイバックマシン。 姫路経済新聞姫路採用百貨店でチャーシューおにぎり販売開版集名物目指す2011年1月6日姫路経済新聞醤油ラーメンによく合うキムチ姫路ラーメン発覚がキムチを商品化2010年12月7日株式会社発覚グループ会社概要アーカイブの2015年8月15日アットザウェイバックマシン発覚に関するカテゴリー ありがとうございます。